絶賛マキちゃんの後継者を決めてる最中ですけども、はい、そんな長きにわたってやるもんなんですか。でもすごいね、やっぱもう10年超えたらやっぱ第二のっていう風になってくるね。なるか、なってないのよ、ね、そのうちネットフリックスでドラマも始まるんじゃないですか、マキさんも。たけしさんやん、じゃあサクサキッドみたいなことやろ。タップ踏んでください。うん、タップ踏まない、踏んでください。屋上で違う、屋上でフレットやってる。誰いじってんの。たけしさんのタップと私のバイタリティ全然違うから。ドキュメンタリーでバイタリティだったら全然閉まらんな。閉まらないですね。追いかけられる側にね、いつの間にかなってますけど。なってないねん、うん、忙しいんですよね、でも今、うん、まあまあある程度、ね、ちょっと言ってたんですけど、うん、やっぱその去年とか後半になるにつれて全然マキさん薄れてたっていう。え、薄れてた、マキ感が薄れてた。マキ感って何。福田マキの中のマキ度が低くなって、うん、分からんのよ私。そこのアイデンティティないのよ。マキ度とか分かんないんです。アイデンティティない。ないです。今までありがとうございました。え、消えた今私。もう潮時ってことですよ。ついに消えた、消えました、うん、さ、ということでどうですか、第2の〇〇オーディション。もし自分が受けるなら、受ける方、うん、誰の第2になりたいかって言うんですよね、うん、第2か、うん、私はキキキリンさんかな。あー、そちらにむずそう。行ですか、うん、でも、うん、あの芸名がほらラララランドやんな。無理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 があるわ。無理ですか、すごい、ちょっとつけられない。ちょっと無理がある。ラララランド無理ですか。ラララランドじゃなかったっけ。第二のキキキリンオーディションあったらさ、うん、項目全然わからんな。わかんない。だからもう没個性みたいなやったらもう一時でゴソッとアウトやろね、うん、し、やっぱその独特のリズム感で喋んないといけないし、うん、ギャランティーも自分で交渉しなきゃいけないし、うん、ってんな。ほぼほぼモノマネ審査みたいなやつが来るやろうな。桃井かおりオーディションとかね。あ、おらんよな今の女優さんでそういうタイプの人っていうの。癖、癖いない。あ、江口のり子さんとかになるのかな。ああ、私江口のり子さんに似てるってめっちゃ言われんねん。あ、じゃあいいんじゃん、第2の江口のり子オーディション。だから福田真希が上がって江口のり子枠になって、ここにオーディションの子たちが来るわけだから、ね、今回決まった人もいずれ江口のり子になる。そこの路線に延長線上に違反ね、はい、でそれも確認せなあかんかもな、うん、あ、そうだな、江口のり子まで行く覚悟あるかって、うん、通過点やぞ、うん、福田真希は。いや、どういうことやん。変なスゴロックやな。かのちゃんはいいん、誰やろうな今ちゃんと切れてる人おる。あ、切れ毛、切れてる人。おいでやす小田さんぐらいですよね。第二の小田オーディションいかがですか。小田オーディション。ディアレー。そっち側じゃないですか。そうやな、うん、でもさ、うん、第二のというかうちらちょっとさチビやんか、うん、A マッソって、うんうん、アニメとかの、うん、ほう題材になりたいのよ。アニメの題材になりたい。あのパフィーさアニメになったやん、うん、アメリカで、はいはいはい、あんなんなりたい。すごっ、うん、どこ向かってんのよ。第二のパワーパフガールズみたいになりたい。パワーパフ。A マッソがパワーパフ、うん、グリとグラにもなれますけど、ね、あんまり実写化のタッチであのタッチないです。第二のグリとグラ、グリとグラ、ね、どこでやってるんですか。このオーディション。取れ高 OK。 私とサーヤがジャッジして毎回一人ずつ脱落者決めていきます、ええ、そして最後の一人まで残った方が栄えある第二の福田真希に決定いたします。第一審査はツッコミ力審査。真希ちゃんといえばやっぱりツッコミですね、はい。私とサーヤが今からフリートーク中にボケます。私が、指名した方はそのボケに対して一言突っ込んでください。はい、はい、ね、福田真希的に突っ込んでくださいね。福田真希的に、はい、はい、よろしくお願いします、はい、今日昼なんか食べてきた。あれのソテー食べました。長靴の、長靴のソテー、はい、その長靴のソテーって自分その何味するんそんな。何味するんそんな。どんな味するん。これが福田真希
マキなん、いやいや、なるほど。マキさんのいいところって、うんうん、ちょっとこう落ち着いた感じで、なるほどなるほど。後手先を言っているイメージがあるんで、うん、そんなことはないんです。結構1個目言ってるんですけどね。やっぱ福田麻貴によく見られるそのぼやき形式のツッコミでしたよね、はい、最初ローで入って徐々に上げていく、はい、私あんなさ、なんかあの、そのってなってるあんなになってる私。しんどいなこの番組。しんどいですね。まあマネージャーいるんで言ってやめましょうか。もうやめようか、うん、すいません番組おります。お願いします。和歌山駐屯地か自分やん。ごめんなさい。何何ですか。和歌山駐屯地か。和歌山駐屯地なんでなんですか。なんでですか。福田麻貴さんは関西出身なので、はい、和歌山駐屯地と思いましてでも全力で突っ込んだ大声。なるほど、大声出して外した突っ込みをするのが福田麻貴だって、はい、最悪やん。そうです、最悪うん、言ってないことあって。え、なんすか。朝なパン食べた。え、六本木で何言ってますの。二三発かまさへん。出てけ出てけ。すごいわ。二三発かませへんじゃないの。かませへんか普段そういうこと言った時に福田麻貴っぽいなって言われることがあるんですか。すごい言われるんですよ本当に。誰やと思われてんの。正直、一番直近でかましたやつ誰。あー、あのパパイヤ鈴木かなちゃん弓矢。はい、いや、パパイヤ鈴木ってぴょん。おいすいません。ありがとうございます。やる気あるのか。ありがとうございます。やっぱ麻貴さんは、かなでさんから弓矢をもらって突っ込んでるっていう。一回もしたことないんですけど。なるほど。あ、今年って何年でしたっけ。ねえ、ねえ、牛、虎、み、み、たつ、う、え、ねえ、ねえ、う、そう、美しないなその白鳥座。いや、プラネタリウムのツッコミやん、それ誰もわからんのよ。俺がお前の輝く星になる。夜空に輝く白鳥座だと伝えられています。美しないなこの白鳥座。何今の世界。ねえ牛、うう、美しないなその白鳥さん。